新型コロナウイルス感染拡大が全国で広がる中、手作りマスクを幼稚園に寄付しました。寄付をしたのは日南ちびっこレスリングクラブの小学生3人で、子どもの家幼稚園の園児たちに約80枚のマスクを手渡しました。ありがとうございました。連日報道されるニュースを見た子どもたちは、自分たちにもできることがしたいとの思いから、休校中に約100枚のマスクを製作。子どもたちが型取りした生地を保護者たちはミシン掛けをして10日ほどで完成させました。嬉しい、かわいい、気に入った。みんなの役に立てればいいなと思って作りました。難しかったけど、習い事や学校がないからとても楽しかったです。みんなコロナにかからないようにマスクをつけてほしいです。現在子どもたちは新型コロナウイルス感染拡大防止のため練習は休んでいますが、毎週3日ほど日南新徳高校のレスリング場で練習をしているそうです。今マスク不足している中で、こうやって子どもたちのために作ってくださって本当に感謝しています。このマスク一つで、その柄で心も、ね、明るくなって、なんかマスクって楽しいな、つけてて嬉しいなっていう、そういう気持ち、それを、くださったかなと、本当にもう感謝いたします。残りの30枚は地元の老人施設にも寄付をしたそうです。今もマスクが手に入りにくい中、嬉しいプレゼントとなりました。